はい、今日のコーデはこちらでございます。はい、これカーデですね。カーディガン、ちょっとリボンが折れちゃってる。はい、青木美沙子さん島村コラボのカーデです。ピンク可愛いですね。はい、ネックレスも、はい、青木美沙子さん島村のコラボですね。これなかなかちょっと中心取るの難しいですね。どうなってんのこれはい、キラキラして可愛いんですけどね。黒でアクセント、黒のリボン。はい、スカート、チュールスカートが島村、辻ちゃん、辻のぞみさんコラボですね。はい、はい、今日はですね、あのサンリオと青木美沙子さんコラボのワンピースが届いたそうなんですよ。あのメールが届かなくて、あの視聴者様って、あの皆さん届いたっていうことで、私もちょっと島村のアプリ開いたら店舗に到着してましたっていうね、案内がねありましたので、ちょっと行ってきます。はい、はい、とってもね天気が悪かったんですけれども、小雨が降ってて寒かったんですけれども、島村へ行ってきました。はい、購入品をご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ですね、美沙子さんの商品が届いたということで受け取りに行ってきました。それとね、もう一つ下着購入してきました。なんかすごい地味な感じなんですけど、まあ、機能性下着ですね。はい、こちらはですね、普段使いからスポーツまでということで、一応シェイパーになってるんですよ、この辺。はい、まあ、これをね着て、ちょっとまた出張、まだ行ってないんですけど、はい、出張のねブラウスの下にこれを着ていきたいと思います。はい、では、美沙子さんの方に行きたいと思います。はい、今日はですね、いつも撮影してるソファーの方がちょっと諸事情で、ちょっととてもお見せできる状態ではないので、はい、こちらで、はい、撮影していきます。顔をこう全部出すのには抵抗があるんで、ちょっと聞き取りにくいかとは思うんですけれども、マスクをさせていただきます。はい、ではですね、こちらからいきましょう。はい、ピンクの方ですね。思ったよりそんなピンクピンクしてないですね。ちょっとくすみがかった感じのピンクですね。はい、なんかね、ちょっとなんか汚れてるじゃないですか、これほら、なんかゴミ。はいなんかもういきなりなんかちょっと嫌だはい、襟のところにマイメロちゃんですね。後ろになりますね、このセーラーカラーの後ろの部分にマイメロちゃんですね。はい、前はこんな感じです。はい、こちらがですね、マイメロセーラーカラー OPM サイズで税込み5170円。結構ね高めでしたね、お値段はね。はい、でなんかもういきなりちょっと何これ、シミみたいなのついてて。はい、と袖がこんな感じ、ちょっとゴムが入っててフリルになってます。いい色ですね、いい色。ウエスト部分も、前はゴムは入ってないんですけど、後ろがねこういう感じでゴムになってます。はい、このウエスト部分も太くなってて可愛いですね。割と丈は長めで、これはね裏がついてますね、裏地がついてます。はい、でボタンは飾りじゃないんだ、飾りのボタンかなと思ったんですけど、これちゃんとボタンをこう開けて、はい、着脱できるようになってます。でもそのままいけるんじゃないかと思います。かわいい、こんな感じね、大丈夫かなとか。あ、ここにもなんか刺繍が入ってますね。マイメロディーの刺繍が入ってます。かわいい。裾はね特に何にもないですけど、後で試着したいと思います。なんだなんだこの汚れ
って感じです。はい。はい、そしてもう一点ですね。ワンピース二型出てましたよね。色は私あえて今回黒ではなくて、はい、ピンクとこちら赤、ボルドーですね。赤って言ってもボルドーですね。こちらを購入しました。こちらもね、ちょっとこちらは商品生産っていうか、まあクレジットカードだったんですけど、はい、畳んでもらうときにすごいシワだなと思って、もうシワがね結構目立つ感じ、シワになりやすい服ですね。はい、裾からいきますとフリルがついてまして、はい、ワンピースなんですけどツーピース風に見えるみたいな。はい、でも後ろねファスナーでした。ちょっとこれはね確認不足、ファスナーかと思って、自分でこう止められるかなみたいな。ファスナーはね苦手ですね。はい、あ、ワッペン、マイメロちゃんの、そうだ、ワッペン付きなんですよね。こちらはワッペン胸につけてもいいし、なんかこの首につけてもいいしって感じで、早速の、あ、ピンではないんでいいですね。ピンではないですね。はい、早速つけてみたいと思いますね。はい、マイメロワッペン付き OP M サイズで税込み5170円。はい、結構ね2つで1万円超えですからね、なかなかですよね、しまむらではね。はい、こちら袖は普通の感じでも、ちょっとそんなになんか安っぽい感じじゃない、ちょっと太めになってて、はい、可愛いじゃないですか。はい、ただねシワになりやすい素材ですね。これポリエステルだと思うんですけどね、うん、ポリエステル 100% ポリエステルってこんなにシワになるんだって感じですね。まあ、これはちょっとハンガーにかけておけば、まあ、治るんではないでしょうかみたいな感じなんですけど、はい、あ、裏はないですね。裏はない感じで、多分なんかペチコートとかパニエとかを履く前提なんですかね。はい、で生地もそんなにペラペラではないですね。やっぱり冬になるの、これ秋冬って感じ、もう秋とっくに終わってるんですよね。ね、できればもうちょっと薄い方が良かったのかな、これからの季節。もう多分今日とか最近は寒いですけど、すぐもう多分暑くなると思うんで、はい、まあね、すぐに着た方がいいと思います。シワがすごい、まあ、気になる方はちょっとアイロンがけをした方がいいと思いますね。これ結構今回ピンクとか買われた方多かったじゃないですかね。レジに行ったらこう、なんだろう、一応カーテンで隠してあるんですよ、商品届いたやつ。はい、結構ね同じものがかかってたんで、何個も、はい、人気商品だったみたいですね。ではちょっと試着の方行ってみたいと思います。はい、試着してみました。可愛いです、すごく。この辺も結構がっつり開いてまして、はい、ボタンもボタン外さずそのまま着脱はできましたね。可愛い袖の感じも、この辺がなんかちょっとね、あんまりいい感じじゃないですけど、はい、ゆったりめですね。ゆったりめに作られています。M サイズだとちょっと大きい方、普段着てる方は大きいかもしれない。ちょっとね、正直レビュー、なんかあんまりね、なんだろう、作りがっていうか、ちょっとサイズが大きいから大きく感じちゃう。なんかね、この辺のボタンもなんか不自然になってる。何これ、自分の胸が下がってるからなんだろう、なんかこうもっとこうピッと、こうなんだろう、ピシッと着た方がいい感じなんで、この辺はベルトとかしたりして調整します。可愛いです。後ろのゴムがちょっと見えない方がいいんで、やっぱり何か、はい、ベルトでもするといいと思います。袖は可愛いですね。
と裾も、裾っていうか丈が長めです。はい、マイメロちゃんの、はい、あ、こっちじゃない、こっちか、こっちに、はい、マイメロちゃん、はい、書いてます。書いてるっていうか刺繍がねされてます。はい、うん、かわいい。色味がねすごくねいいピンクなんですよ。はい、ピンクピンク してなくてちょっとくすんだ感じのピンクで、はい、大人にも合うと思います。かわいい。これ、これは、うん、いいと思います。はい、赤の方を着てみました。これもねまたねかわいいんですよ。はい、このワンピースなんですけどツーピースっぽくて、はい、あとワッペンがねマイメロちゃんのついてました。これあのピンなのでちょっと穴開けるしかないんですけどね、ここにつけちゃうしかないですね。このクリップだとつけるところがね ここになっちゃう。ここなんかおかしいですよね。あの逆にこちらはサイズがぴったりというか、はい、ぴったりめですね。袖も、はい、そんなに長めではないんですよね。はい、ゴムになってます。太めのゴムが入ってます。はい、すごい可愛いですけどね。なんかすごい落ち着いた色味で、うん、デザインはねすごい可愛い。着てみるとね可愛いですね。あのやっぱりあのちょっと動画で見てるのと実際自分が着るのではまたちょっと違うと思いますけどね。でもこれつけた方が可愛いかもしれない。こういうのつけちゃいたいタイプですけど穴が開いちゃいますよね。考えましょう。はい、でも両面テープでつけてるわけにいかないですもんね。はい、可愛い。なんかすっきり見えるような、こちらの方が丈が短いかもしれない。はい、これは黒も可愛かったかもしれない。はい、でもすごい満足です。はい、はい、ですね、いつも私の画像にね映り込んでますこの家具なんですけれども、こちらをちょっと簡単にご説明させていただきます。はい、キャビネットとチェスト、はい、この家に引っ越してきた時に購入しました。2年くらい前ですかね。いろいろまあ、飾りたくて、ごちゃごちゃと、はい、こういった家具を、はい、探してました。とっても安かったです。まあ、組み立て式ではなくて、組み立てられてるものを購入しました。あんまりね、作りはね、良くないです、正直。ただね、可愛い、それだけ。お姫様系で、猫足みたいになってるんですよね。はい、中はね結構雑ぐちゃぐちゃです。はい、まあ本とかがね多いのでどうしてもね本の色とかで、うん、ガラスのキャビネットなんでぐちゃぐちゃしてますけど、はい、本棚でも良かったんですけどね。はい、チェストも、すごい引き出しが薄くてあまり入りません。まあ、ここハンカチとかね。はい、いろいろ入ってます。あんまりこう入らないですけど、はい、作りも雑ですけども、本当可愛さだけで買ったというね、はい、それだけなんですけれども、はい、今こちら楽天で買ったんですけれども、そう売ってないんですよ。似たような、はい、系統の家具は楽天で姫系とかね、はい、そういう感じで探していただけると、はい、見つけることができると思います。はい。
最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。天気が悪いと頭が痛いんですけど、お金がなくて頭が痛いとか、部屋が汚くて頭が痛いのとかと、同じなの？違うね。